なたのパンツ、あなたのパンツ、あなたのパンツ、あなたのパンツ、見せてください。めっちゃ恥ずかしいんだけど。いいですか？皆さん本当に農家行くやろ。はい、始まりました。今日もよろしくお願いします。はい、初期レブリ青春派の成尾です。イエーイ。そして2023年度の大門モデルの千尋と申します。お願いします。はい、はじめまして。はじめまして。よろしく。はい、今日この2人でやっていこうと思うんですけど、はい、はい、じゃ始まりました。じゃオープニングコールいきますか。はい、せーの。あなたのパンツ見せてください。イエーイ。雰囲気が、そうですね、今回はなんと前髪ナイトというところで前髪系の人たちでやらせていただいてるらしいですけど。何それ。なんか前髪系の人たちの中、まあ、有名人さんとかがなんかいろいろ集まってみんなでわちゃわちゃしようよ的な。あ、それで今これじゃ今すごいな。すごい。入って大丈夫。あ、うん、多分大丈夫だと思うけど。あ、ちょっと待って。なんかね、なんかあ、だってあの気づいてくれた。じゃあいくよ。3、2、1。わー、できました。なんか前髪ってこういう感じだよね。こういう感じだよね。なんか今日ね、なんか平成ギャルみたいな。え、今なんて言ったの。平成ギャル。忙しい。全然時代遅れだけど大丈夫だと思う。全然35歳です。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ということで、はい、超パリピギャルのコミュ力でなんか一人ちょっと捕まえちゃったので、はい、行ってきようと思います。イエーイ。ありがとうございます。びっくり。前がリュウって言います。リュウくん、はい、身長が169センチです。おー、俺より大きい。年齢が今年26になります。もっと若いと思った。いやいやいや、ほんとありがとうございます。今日スタッフでちょっとやらせていただきます。なんかいいよね。なんかさ、こういうなんかなんかイカボの人となんかこういう T シャツみたいなムチムチみたいな。タンクトップみたいな。じゃあもうこういう格好できる。めっちゃ可愛い。いやいやいや、本当にもうきっと似合いますよ。本当。はい。やっていいよ。やってやっていきます。実は普段これ。まさかの。じゃあ本題いきますか。はい。せーの。あなたのパンツ見せてください。今見せていいですか。ぜひ。じゃあちょっとカメラに見えるようにやってみようか。ね、どういうパンツ。カメラに見えるように。どんぐらいなの。これは、はい、なんだ。エンポリオアルマーニ。だね、アルマーニかな。アルマーニ。アルマーニだ。でもここまでが限界ですもん。わー、セクシー。細っ。見てこのスコツ。スコツじゃない。スコツ。スコツまで白がない。あ、これ。これある人ラインね。エロキンっていう。エロキンね。エロブギー。セクシーだ。ありがとうございます。ハイパンツのね。これ勝負したい。今日は特別に。やっぱりね。こういう時もあるかなと思って。じゃあすいません、引き抜いちゃって。はい。リュウ君でした。ありがとうございます。ありがとうございます。連れてまいりました。 K-POP アイドルみたい。ねえ、ほんと綺麗。何この美しさ。ちょっとややかすぎ。普通におじさん見て。おじさんほら、あ、すごい。マジマハンだよすぎ。じゃあ、はい、質問をしてください。UFO です。ゆうくん166の57です。57キロ。はい、すごい。体重俺15キロぐらい多いんだけど身長一緒。スタンスタンやらせて。あ、ニセコで、ニセコさん。あ、そうなんだ。はい、ちょっとだけなんですけど。ちなみに何ていうんですか。2部のモンチンっていう。あ、知ってる。モンチン、よくモンちゃんね。あ、モンちゃん、どうぞ。じゃあ、そろそろ本題に行きたい。行っちゃいますか。えい、せーの。あなたのパンツ見せてください。いい。どうしたの。ちょっとなんか見せられないやつかもしれない。見せれない。見せれないやつかもしれない。いや、見せ…な、なんで。どういうこと。どういうこと。ちょっと忘れてきて、ちょっと履いてない。え、履忘れてきて。嘘、履いてない。ごめん。おまわりさん来てください。パンツ履いてません、この人。いい加減にして。ちょっとだけお兄さんにちょっとだけ履いてないかどうかを見せてください。え、どうやって。あ、そう、じゃあ履いてるか履いてないかが分かればいいわけです。あとはゆうとくんの自由、表現の自由。え、あ、
かった、じゃあうちが見てあげるから。分かったよ。なんで俺がこれダメなの。いいよ。あったよ。本当に履いてないね。見たかった俺も。見たかった。おもろすぎ。ダメだよ、おじさんには見せちゃいけない。なんで。絶対やられるからね。絶対襲われる。え、俺の方がタイプだよね。あ、すごい。すごい。あ、じゃあ、近づかないで。今日俺大丈夫。今日俺トライでやってる自信ないです。いやー、本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、ゆうとくんでした。ありがとうございました。はい、3人目見つかりました。イエーイ、出演者ました。お大好きなね、スケスケボーイ連れてきちゃったよ。ちょっと前に出てみようか。ちょっとだけね、ちょっとだけ。すごいよ。すごくないですか。一番セクシーだよ、ね、いやこれモザイクやろ。モザイクやろ。18禁だよ、歩く18禁だから。歩く18禁だよ。まあじゃあなんか本題を、問題というか、まあ、自己紹介的にね。はい、173センチ62キロ、田村大地です。はい、すごい筋肉質、ね、めちゃくちゃ胸筋綺麗じゃない。なんかそうなんです、よく言われます。すごい。すごい。あ、やった。触りたいと思ってた、ずっと。俺も触りたいと思ってた。このシーン使います。はい、反対です。反対です。そろそろね、そろそろいっちゃいますか。せーの、あなたのパンツ見せてください。いいの。やったねー。じっくりじっくり。おおここね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、すごい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 。さすが。ちょっとすごいね、早いね、びっくりしたわ。これすごいね、ちょっとずっしり感ね。あ、本当ですか。こんな可愛い顔して、ね、こんな綺麗な体して、こんなエッチのパンツ履いてる、ね、今日絶対狙ってた。いや、仕事なのであんま狙ってなかったんですけど、あ、まあでもあるといいですよね。いつだって、ワンチャン、ワンチャンあるかも。じゃあなんか最後に一言でもどうですか？なんでも一言？ね、狙ってください。ド初級だね。ちなみにこれポジションはどういうことですかね。受けなんです、ピンク色が。あ、受けなんです、じゃあ街の皆さん、はい、狙ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、なんかすごいの、なんかキッズみたいな。めっちゃ可愛い子たちがね。そう、可愛い。何これ。ずっと目つけてたから。キツオって知ってる？分かんないです。あー、おじさんだ。ごめん、自分知らないから。おじさんだわ。セクトだけ全然知らないんだけど。じゃあ彼らがどんな人か。まだ簡単に、じゃあ自己紹介いいですか。ルイです。レイ君。ルイです。身長は168で、体重が50です。あー、やっぱ痩せてるね。でも結構筋肉あるね。そうそう。あ、まあまあ、ちゃんとちゃんと一応トレーニングしてる。学校でサッカーとかやってんのかな。全然子供のこと言わないの。精神しか取れないから。ちなみに何歳かは。あ、20歳です。おお、クラブ入れるようになってすぐ入れます。名前はレオキって言います。身長が157センチで、体重が45キロです。あー、すごい軽いね。子供みたい。やっぱちっちゃいよね。本当にちっちゃい。だって160センチなのにそれよりちっちゃいね。俺が一番。あ、なんか今ね、ちょっと違う。ちょっと。持ってます。そういうの。YouTube すんなよ。そういうの考えられないからさ、ごめんなさい。じゃあ今じゃあ何されてる方も。あ、学生。学生。同じですか。同じ学生か。そうだよ。そういえば年齢は二十歳です。二十歳です。同い年。同い年。行きましょうか。こんな子たちにも俺ら行っちゃうんだね。せーの、あなたのパンツ見せてください。やだやだやだ。ちょっといいですか。ちょっと待って、ちょっとパンツ。パンツ。あー、恥ずかしがってパレー。ちょっと N か。 N? 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 あら、まあ先に見せてもらえ。すごいじゃん。強引すぎない。そんなことない、そんなことない。自主性です。じゃあぜひ、はい、ゴムのところだけでも見ててほしいかも。なんか目線がいいかな。
じゃあ、勝ったらこのおじさんには勝てない。なんでおじさんだよ。おじさん見てきた。分かったよ。じゃあ、いいかな。じゃあ、後ろだけじゃあ見ててもらえばね。先に、じゃあ、後ろに。どんなのを飲んだっけ。黒。普通に。あ、ナチュラルだね。聞こえる。やだ。あ、結構セクシーなのか。いやいや、そうですね。結構セクシーだったね。本当？ちょっと店でも履いてんじゃん。いやいやいや。黒パン。黒パン。しっかり黒パンだったよ。なんか俺さっきもこの流れあったよね。なんか俺だけ見せてくれるんだろ。やっぱね、前髪系ないとかも。俺来ちゃいけなかったのかな。急にバト入んないから。ありがとうございました。やっぱり愛子ちゃんはね、ごめんね、ごめんね、ブリって。これね、GT ラインさんっていうね、色のサイトで売ってる、まあ、かけやすい売ってるブランドね。すごいね。これすごいなんか絵がすごい。マジめっちゃ綺麗だね。すげえ。お兄さんもいいですね。本当に。本当に？逆に見たい。逆に見たい。この流れ、2023年ナイモモデル千尋さんの大公開。正面ね。やったやった。はい、せーの。おお。こういうのはいいです。ちょっと割と。嬉しいそれ。顔くれて意外とコンプレックスだった。ちっちゃくて。うだうだうだ。でかいでかい。オッケーオッケー。ちなみに後ろどうなってるんですか、ジルさん。後ろも。おじさん作っちゃうぞ。おじさんパンツは見れなかったけど、こういうの見せれるの最高じゃないですか。最悪だね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ次の方に来ていただきました。はい、なんかもう見た時にね、ノンケカップルみたいな、なんかベルトレーカーノンケカップルみたいな、なんかこの組み合わせめっちゃ綺麗なのと、もうノンケにしか見えない。そう、バウンディ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 、いろ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 とね、ほんとに今の言葉落ちたわけで、まだあー、まあ、そうだね。はい、ビーラブドっていうお店で、うん、対面そばましてます。ショーって言いましょう。ショーね、なんかもう雰囲気がもらえない。あ、本当に美しいかしら。美しい。よかった。美しくて、なんだっけ。ちなみに20歳です。対面そばもさせてない。そうだ、20歳でママ20歳でママなんだ。すごく綺麗名前。ホドと申します。ホドビーラブドの内勤を。あ、2人働いてるんだ。はい、夫婦なの。うん、おかしいよね。絶対違うタイプだからね。絶対いない。無理無理。ママ怖い。優しいよね。言っちゃったよ。なんかちょっと楽しそうですよね、このお店。めちゃくちゃ。え、ビーラブドさんはどこにあるの？もうすぐそこにあるんですけど、新宿区2丁目13-16。のところにあるそうです。ぜひ行ってみてください。せーの、あなたのパンツ見せてください。あ、いいよ。おー、軽い。高いすごいんだよね。えでしょ。あ、出せばいいんですか。じゃあ、まあ、とりあえず一旦こちら置いておいて。全部じゃあ、そうよ。これ、ちょっと前ですか。あ、ちょっと前ですか。何これ。あ、ちょっと見えないかな。なんか思想強めなパンツ。思想強めな。思想強めな。こだわりはありますか。なんかゴムがきついやつは嫌だ。あー、やっぱりこういう感じのゴムがいい。あー、伸縮性。伸縮性。あ、彼ね、ちょっとね、なんだろう、いい匂いする。性をかきたてる。すごいな。それって男の匂い。男の匂い。男の匂いってこと。あ、じゃあ一番思想だけどね。嗅いでみる。ごめん、ちょっと無理ですけど。絶対に絶対にね、ごめんだけどね。どうしよう、俺今日この扱いなのかな。おとまし屋さんだ。おとまし屋さんだね。ちょっと前に出てもらって。
よね。本当に履いてないかどうかが分かる、ね、分かるよ、分かる。ちょっとだけ、ちょっと行けないもん。あるかないかだけでいいんだ。あるかないか、あるかないか確認だけしてもらっていいですか。いいです、初めて俺が確認してもらっていいですか。本当に乗るか、いいですか、見せて。あのね、嘘ですよ、履いてませんでした。で、あの、ひじきでした。ひじきでした。いろんなことバレちゃったね。パイパンではないか。じゃあ、ご興味がある人はね、やっぱり、まあね、触ればいいんだろうね。常に履いてるのか、履いてないのかね、これは。ちょっとね、そこはね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんかね、いろんなところで出てるから、うん、そう、よくね、お見かけする、結構有名なね、ゴーゴーボーイさんで、これからね、頑張ってほしいね、成長中のゴーゴーボーイさん、はい、必見ですよ、これから出せるかもしれないですよ。問題いかせていただきますかね、やりますか、そろそろね、はい、じゃあ、せーの、あなたのパンツ、見せてください。いいですか、はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあ行きましょうかね、はい、どんなパンツ履いてんだ。すごい、いい匂いする。いや、なんかついてる。あー、すごい、いいね。これはエッチさんのパンツですね、はい、やはりいいね。ちょっとくるっと、もうちょっと下げてくるっと回ってみようか。わー、じゃあくるっと、くるっと、わー、すごいね、いい匂いするしてますね、控えてるし、もういいな。勝負下着とかな、そう、あの一応ちょっと、うん、色のいいやつを、あ、ね、ちょっと気にして履いてきたタイプね。やっぱりこの今後ね、なんかあるかもしれないから、そうですね、この後に見るかもしれないです。わー、逆に今日もね、前髪の人たちをね、もうたぶらかして、たぶらかして食いやらすと、そうだよ、前髪は前髪が好き、やっぱそういう子が好き、可愛いと思いますよね、うんうんうん。タイプはじゃあ細い系とかもう行くし、逆に太い系も好きだし、可愛い系も、いや、何でも食うじゃねえか、結構、いや、オールラウンダー、ね、じゃあそんな感じね、ありがとうございました。ありがとうございました。ルムくんでした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた連れてきちゃいました。またはい、ゆるふわメガネくん、ね、可愛い、はい、絶対モテるよね。まあまあまあ、絶対はしないけど、ほんと、おい、腹立つね、自分が思ってるよりはちょっと変えてないかな。腹立つわ。簡単にね、自己紹介。そうだね、そう、体重、67キロ、身長が174センチ、はいはい、の、25歳です、カルキです。カルキくん、はい、よろしくお願いします。カルキくん、なんかしてるの。あ、普通に仕事してますよ、日中に。おお、社会人か。そうなんですよ。おお、なぜ来られたの。あ、いや、まあまあまあ、友達だね、ね、まあ、たまにはね、うん、休みぐらいはっちゃけようかっていう。あーねー、やっぱ前髪系の子が好き。あ、でも前髪系いいですよね。なるほど、爽やかでね。そういうことか。お買いさせていただきますかね。何でしょう。せーの、あなたのパンツ見せてください。いいでしょう。はい、じゃあよろしくお願いします。そういうことに、みんなに見られちゃうのと。そうだよ、怒られちゃうな。どうしよう、俺近いよ。ないよ、絶対られねえよ。おお、あ、ギャラってすごいね。そうなんですよ。何この、いけつかないパンツ。かわいいかなと思って今日は触らない。こんな感じの。あ、これ何、どこで買ったんだよ。これめちゃくちゃドンキー。触らない。なんかさ、これは触りたくなる。有名なやつだよね。あ、これね、プレイボーイだよね。ほら、プレイボーイの。プレイボーイだ。チンチン触らない。あ、やばいやばい。チンチン大好きだ。やばい、見られるの興奮しちゃうのかもしれない。使い物感じる。絶対しまって。やばいやばいやばい。みんなに見られると興奮しちゃう。興奮しちゃうな。使い物感じる。好きかも。はい、春樹くんでした。ありがとうございます。いやー、すごかった。結構ね、すごかった。可愛い子めっちゃいたし。ね、前髪ね、はい、すみません。そう、前髪ちゃんたちなかなか僕出会えないんですよ。俺もそんなに出会わない。実はね、実はね、そう。こういうのが好きだからですよ。そう。あ、本当、あ、来てしまった。もういいよ、間違えた。いいよ、最後は。ということで今日もあなたのパンツ見せてください。はい、無事成功しましたね、ありがとうございました。じゃあよかったら皆さんもね、いいね、チャンネル登録しちゃってくださいね。お願いします。大進行役、たちひろと師匠キレより青春派のナリオでした。ありがとうございました。